ポリスチャンネルは特定非営利活動法人及び同名のインターネットテレビチャンネル、警察官部オビーラによって設立された。日本でも珍しい治安専用チャンネルとなっている。2015年12月31日に法人解散。良好な治安の確保に寄与することを目的に各種の映像コンテンツをネットやテレビを通して国民に提供する活動を行っている。 防犯意識の向上、規範意識の向上、交通事故の防止、青少年の飛行防止、未解決事件の捜査に資する情報提供などの動画をインターネットで配信している。また、インターネットで動画配信から開始し、将来的には専用テレビチャンネル設立を目指していることが公表された。現時点では、ビデオオンデマンドが主体で行政及び民間に、 防犯に役立つ動画の提供を呼びかけており、著作権問題が解決していない動画であっても、関係者の承諾等を等団体で行うとしている。警察関係団体からの動画投稿が多いものの、2013年には高校生が作る防犯動画が掲載された。平成27年1月時点での役員。警察 OB によって設立されているため、警察出身者が多い。 2008年5月1日現在、ありがとうございます。